バルター HWK109 から500コスフォード、王立空軍博物館に展示されている HWK109 から500。バルター HWK109 から500は、第二次世界大戦中に、ドイツの HWK 社により開発された、液体燃料ロケットである。109から500はポート内に収められた、離陸補助エンジンであり、30秒間の間500。 キログラムの水力を発生することができた。燃料を消費し尽くすとポットは投棄され、ポット全端に装着されたパラシュートを使用して、降下後に地上で回収された。109から500は1942年に実用に入り、約6000機がハインケル社により製造された。広範囲に様々な機種で使用されたが、 特にジュモ0 0 4エンジン搭載のアラド AR234 バイトは潜在的に出力不足であり国立航空宇宙博物館の唯一現存する修復された動機が109から500を両翼下に喧嘩した運用状態で展示されている国立航空宇宙博物館に展示されているアラド AR234 の主翼下に喧嘩された HKW109 から500 先端にはパラシュートが装着されている。一般的特性構成要素性能出展。クリストファー、ジョン、ザ・レス・フォー・ヒトラーズ・エックス、プレーンズ・ザ・ミル、グロースターシャー、ヒストリープレス、2013。ありがとうございます。